どうもこんにちは、ともきんこと、ともがんりょうたです。今日はですね、デジタルボイスを使ったサンプルビートを紹介していきたいと思います。それではまずは実践をご覧ください。Ladies and gentlemen, my name is DOMOKIM。 はい、この Ladies and gentlemen って言ってるところがデジタルボイスになります。で、つい最近僕もこのノードベースで喋ることをデジタルボイスって言うんだっていう風に分かったんで、まあこういう風に名前最近付けさせてもらいました。で、このやり方からまずは説明していきたいと思います。まずこのデジタルボイスやるにあたってノードベースができるようにならないといけないんですよ。で、ノードベースは咳払いで出すっていう風に言いましたよね。で、この咳払いをずっと伸ばした状態、咳払い伸ばすことに成功したらこんな感じになるんですね。で、この状態からどんどん口を上下に開いていってみてください。そしたらっていう風にわーって感じになります。で、この状態であいうえおって言ってみてください。あいうえお、マイク通すとこんな感じになります。あ、い、う、え、お。はい、このあいうえおで喋れたらデジタルボイスが完成です。で、このデジタルボイスを練習するときのコツとしては、何回も何回も同じフレーズを練習することだと思います。で、僕の場合やったら Are you ready? っていうフレーズを何回も練習しました。 Are you ready? で、この何回も何回もこの同じフレーズを練習することによって、こうだん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 こうデジタルボイスっぽくなってくるんですよ。なので、まあ慣れが来るっていうことですね。なんでぜひもう何回も何回も同じフレーズを練習してみてください。じゃあ次はこのデジタルボイスのビートへの取り入れ方なんですけど、まずはシンプルに8ビートの中で取り入れてみましょう。例えばこんな感じです。チェックマイクフォン、チェックマイクフォン。このビート取り入れるときはデジタルボイスができてなくてもいいです。チェックマイクフォンっていう感じで、こう普通に声に出して言うのでもいいので、まずはなんかこう声をビートに入れてみましょう。で、それと並行しながらデジタルボイスの練習もしていってっていうのが一番理想的かなっていうふうに思います。なので皆さんぜひぜひ頑張ってください。はい、ということで今日のビートボックス講座ここまでになります。皆さんからのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントください。それでは See you next time。 また次回もお楽しみに。